今までそんなこと一回もなかったのに何これみたいな、そんなことありました。なんかもう不幸の前触れというか。いやもう島田秀平です。始まりました島田秀平のお階段巡り、皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあゲストはですね、ココリコ遠藤章造さんです。お願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。控えめのやつで、いやいやちょっと体調面があんまり良くなくて、ぜひ皆さんちょっと前回の動画をちょっとねご覧いただきたいんですけど、はい、ちょっと大丈夫ですか、腰のあたりとか。なんかね、腰とか肩、喋ってる途中に急にずしんときたから、途中元気なかったかもしれない。いや休憩でだいぶ体調戻られました。大丈夫です。すみません、本当にそんな中ありがとうございます。いや本当に遠藤さんね、こういう階段のイメージなかったんですけど、やっぱりこう芸人さんだからやっぱお話お上手で、すごい臨場感で。今回ですね、まあコラボということで、あの遠藤さんの YouTube の方で、私島田なぜか一緒にゴルフをやらせていただいております。あの皆さんぜひご覧いただきたいんですけども、はい、もしかするとこのチャンネル以上に、怖い結果が出てますんで。あとね、癖が強い歌シリーズ、あの狩野英孝君とやらせてもらってます、ね、超面白いですね、まあ、どん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 また新曲をね、撮っていってます、ね、あれもちろんね歌の本編で歌歌ってるレコーディングの時も面白いんですけど、はいはい、あの前後のインタビューめちゃくちゃ面白いですよね。ぜひ皆さん概要欄貼っておきますので、はい、ココリコ遠藤の変な形、はい、はい、よろしくお願いします、チェックの方お願いいたします。さあ、先生、はい、前回ね話もいただいたんですが、まだこう不思議体験いくつかお持ちだということで、まあ、不思議な体験は結構ちっちゃい頃から断片的に今思えばあれ何やったんやろっていうのはあったりするんですけど、はい、小学校の時に、小学校5年生ぐらいやったと思うんですけど、ちょっと放課後残って、ちょっと宿題が残ってたので、ちょっと遠藤君やりなさいみたいなこと言われて、結構ねもうみんながこう下校した後、もう結構冬だったんで、もう夕方の4時5時ぐらいでもう暗くなってたんですけど、それぐらいまで一人で教室残ってカリ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 やらされてる時期があって、でバーっといろいろやって終わって帰ろうと思って、一応職員室行って、職員室に先生がおられたんで、もうその先生一人だけやったんで、先生ができたよって置いて、じゃあもう気をつけて帰ってね、帰るねっつって、もう真っ暗な学校なんですけど、そこの運動場を一人でこう真ん中こう横断しながら門の方に向かってて、で何気なくなんかんと思ったから、パッとこう校舎の方を振り返ったら、誰もいないはずの真っ暗い校舎の3階建てだったんですけど、はい、3階の一番端の教室パッと見たら、これね、いまだにちょっと俺も喋りながらちょっと鳥肌久々に立ってるんですけど、はい、何だろうな、俺は見えたんやけど、白い服着た女の子がずっとこうやって俺見てんのよ。ずーっと俺を見てて、で、あれ？もう一人おると思ってね。もう一人おるわと思って、なんでやろ、俺だけやと思うけど、でも教室電気ついてないねんけど、真っ暗な教室で、その白い服着た女の子の顔ははっきり見えてないんですけど、女の子らしき人が、もうこれははっきり分かったんです、はい、こう窓のとこに手こうやってついて、こうやってずっと俺をずっと見てるって、なんか子供ながらにこれちょっとやばいかもと思って、ちょっと早歩きして帰ったっていう記憶はあるんですよね。でこれは未だにちょっとこう解明できてないんですけど、ちなみにその3階の一番端の教室ですよね、はい、それ何の教室とか覚えてます？音楽室か技術課程か、普通の何年何組の教室じゃないところなんです。で僕も普段普通にこうやってバーンとかでとぼ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 家に帰ってて、別に振り返ってみることもないんですけど、そうです、なんか急になんかしたけど、こう止まってパッと見たらこうやって
抜けたっていうのがあって、まあ別にそこから何かあったわけではないんですけど、不思議やな、今思えばあれ何やったんやろな、自分の中で錯覚でそうやって勝手に映像を自分の中で作り出してるのかもしれないし、本当に何かそういうものが見えたのかもしれないしっていうのもあって、まあまあもともとその学校の階段みたいなのってあったりするじゃないですか、はい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 、で言うとなんかその、 不思議なことはよく起きますよみたいなことを、急に夜中にピアノが鳴ったとか、はい、お前それみたいな、うん、よう聞いてたんで、そういうのもあったりとかしたから、自分の中で勝手にそうやってね、うん、映像を作り出してたのかもしれないですよ、怖く。でも結構もう暗かったんですよね。暗かった。そんな中結構しっかりこう見えるっていうのもよく見たら不思議ですよね。女の子なんですよ。女の子でね、肘をこうついてたのは覚えてるんですよ。で誰かは分からないですもちろんね。いまだにそれは分からなくて、それがなんか小学校の時に一番最初に自分がこう目で見て、あれ何やろこれっていうのはまああったんですけど、はいはいはい、うん、でそれからまあ何回かこう友達が正月に写真、たまたま当時あのカメラもこう使い捨てカメラでこうね現像しないと分からないみたいな24番、はい、で最初1、2枚はこう空撮りみたいな感じで1回撮れてるかどうかカシャカシャってみたいな感じで撮った写真があって、それを現像してみたら最初の1枚目2枚目たまたまその友達の床の間、テレビがあって床の間を別に何かを撮ろうと思ってるので、うん、彼がパシャパシャって撮ったその写真を現像したら、その床の間に思いっきり口開けた人が、口開けた人が映ってて、その口の中に笑いながらこう横でイーって笑ってる女の人の顔が映ってる写真は見たりとかしたことあります。それ僕じゃないですけどね。とんでもないっすね、それ。とんでもない、嘘やろお前これっつって、なんやねんなんやねん。でも当時小学生でそんな今みたいな、そのなんかこういろいろ今できないですね。そのね、あの加工とかもできないですからね。そんな時代じゃない写真、フィルムですし、フィルムの写真でそんなことできる技術もなければ。いやでもリアルだな。なんか確かに昔ね、あのなんか1枚2枚こうね、とりあえず撮れてんのかな、カシャカシャってやってたんですよね、うん、だ何気なく撮ったところにそれが映ってるっていうのがすごくリアルですね。そうで、もう一個怖かったのがね、そのまた全然違う友達なんですけどね、それ中学校の時なんですけどね、また同じような感じで、なんかたまたまカメラがあって、で多分どっか行ったら撮ったでしょうね。で当時24枚とか36枚とかで、あと2枚ぐらいあるからと思って、なんか 寝ながら天井パシャパシャってのを撮って、でまあまあ置いといて、で時期が来たから現像を出してみたら、それも僕見たんですけど、その天井パシャパシャと撮った、その天井全体に男の人の顔がブエッて怖っ、全体に、ぜもうだから全面です、全面に薄く男の人の顔がブワーって映ってて、すごい眼力でそいつを見てるんですよ。それその方からすると誰っていうのは分からない、分からない、ご先祖様なのかとか、そういうのも分からないっていう、でも写真だったんですね、うん、なんかねポンと写ってるんじゃなくて、もう写ってる天井全体に写ってるんですよ。すごい眼力でそいつを そのカメラの方を見てるっていうのは、実際に写真でね、はい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 、自分が撮ったとかじゃなくて友達が撮ったやつを教室で見て、うわーっていうのはありましたけどね。いやなんかうん、まあそういう不思議な存在って、うん、よし見ようって思うとあんま見えないんだけど、不意にこうファッて時になんかこう、うん、別にそこにフォーカスしない方が見えるって話聞いたことあるんですけど、うん、写真も一緒なのかもしれないですね。かもしれないですね。だからもうなんか心霊写真とかそういうの撮りたい人は、はい、何気なくカシャ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 撮ってた方が、うん、不思議なのがこう入って映るのかもしれないですね。何か映るのかもしれないし、うん、それがだから小学校中学校の時にそういう写真を実際に見たことがあって、どっかで、あ、こういうのって実際にあるんだなって思ったんですよ、はいはい、自分がなんかこう変なことになったとかっていうこともなくなんですけど、あるんだなと思ってまあ育っていって、で高校の時にこれ実際自分が体験したあれなんですけど、はい、高校僕は香川県の方の高校で、まあ、今は多少栄えてたんですけど、
当時も35年ぐらい前、もう本当山奥の中にポツンとある学校に、僕大阪から野球やってたんで、野球留学当時あったんで、野球留学でその高校に入学して、そこのずっと寮に住んでたんですね、うん、でそこの寮のすぐ横にあの部室があるんですよ。野球部じゃない他の部の部室があって、はい、そこにまあこう階段があって1階と2階に分かれてるんですけど、でもう夜中になったりとかしても学校の生徒誰もいなくて、もう寮生の 7,8 人しかいない、そんな子の一人が僕なんですけど、うん、ほんでなんか一人の友人が、エンドエンドエンド、あそこの部室の階段の数って変わるん知ってるってなって、ちょっと待ってよ、そんなんやめてくれやつって、そんなわけないやんつって、じゃあみんなで行ってみようつって、みんなで行ったんですよ。で、まあその時 4,5 人かな、うん、4,5 人で行って、でこっからまず俺から行くでつって、で下からみんなで数えるわけですよ。 1,2,3,4,5 とかをみんな数えていって、はい、1,8,9,10,11,12,13,14,14やんな、10やで、じゃあいくで、1,2,3,4,5,13,14,14やんな、うん、って言って、で次もう一人のやつが、じゃあ俺行くで行くで行くで、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13、あれあれなんで、あれなんで13なん、もう一回できて、あれもう一回行ってみる、行くで、え1,2,3,4,5,6,7,8,9 ぐらいからもう自分で分かるじゃないですか。そうですね、残った段数がね、10、みんなも11,12,13、みたいな感じで、え、なんでなんでなんで、さっき14なんて、お前の時なんで俺の時13なんってなって、で次の日まあまあみんなうわーって寮戻って、怖い怖い怖い、いや絶対お前絶対誰かがズルしてんねんって、絶対1,2とかでやってんねん、ごまかしてんねんやとか言いながら、で次の日まで練習があるんですけど、その13やったやつ大怪我したんです。たまたまかもしれないですけど、たまたまかもしれないです、大怪我したんです。嘘でしょつって、他の生徒の選手は誰も知らないんですよ。僕ら寮生の 7,8 人だけ知ってて、そのうちのまあ5人だけがそこに行ったんですけど、もう全員うっそーと思って、そっからもう数えるのやめようって思うじゃないですか。でもやっぱりね、当時やっぱ好奇心も旺盛だし、気になっちゃいますよね。そんなわけない、絶対そんなわけないと思って俺が行くんですよ。で俺が、勇気ありますね、もう行くで、いやいや、もう何人か取れてね、もうあんなん絶対たまたまやから、もう俺行くでっつって、見といてな、数えてな、一緒に数えてな、1やろ、おてるな、もう1,2じゃないね、1やな、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13、俺って、うわーって13、ちょっと待って、もともとこれ13なんちゃうの、14がおかしいんちゃうか、ちょっとお前行ってみよう、お前行ってみようって違うやつが、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,14 ってなって、ほんまなんですけど、ね、ってなって、えんちゃんもう一回行ってみ、ちょっと怖い怖い怖い、行くぜ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13、なんでやばい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 、ちょっと待って、俺もういや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 って言って、また寮戻って、いやいやちょっと待って、ちょっとなんか分からんけども、見よう見ようで塩振れ塩振れ塩振れとかして、ね、もう バットにも塩振って、グローブにもスパイクにも全部塩振れ塩振れってやってて、で次の日また練習は、はい、普通にやるんですけど、で、まあ、大怪我じゃなかったけど、セカンド守っててノックカンカンってきて、イレギュラーしてここに顔面のこの右目にバーンってボール当たって目ばっか腫れるみたいなね今までそんなこと一回もなかったのに、何これみたいな、そんなことありました。なんかもう不幸の前触れというか、いやもう
ほんでほらなんか13階段とかそうですよね、まあ、なんか後からこうつけていったらそんな数字もあったりするしみたいな、嘘でしょみたいな。でもそれみんなで確認したからやってて、はい、前の人違うのに次の人が違う、こうそんなのってもうパニックですよね。次の日とかじゃなくてもう その場ですからね。そうですよね。その場で見てこえちょっと待って、ちょっともう俺はもうあの出来の悪い学校やったからみんなアホばっかりやから数もね、数も数えられないのちゃうのかねとかで一応その場濁してるんですけど、もう全員ドキドキしながらこれは何やねんと思いながら、実際そんなことがありましたね。いやそこの階段めちゃくちゃ怖いですね。本当になんかね、不思議なんですよ、なんか、ね、すごい不思議で、別にそこで何かあったっていうのも聞いたこともないし、何やったんやろな。へえ、うん、いや学校の階段でいくつかそういうの話も聞いたことありますけど、うん、なんかそこまで、うん、なんかね、その13段になってしまった人が後に不幸なことが起こるとか、そういう話も初めて聞きましたね、うんうん。でまあ、たまたまその僕がまあ家切らして目に当たったっていうと、その前の日にまあそれじゃちょっと結構なお怪我やったんですけど、お怪我したっていうのだけで、まあ毎回ではないし、もうそれから僕らが実際にそこの部室に行くことってないんですよ。野球部じゃない部室やから用事がないんで、たまたま寮生で誰もいないから、なんかそんな噂が聞いたから行っただけで、もうそれ以降はもうそこの部室に行くことはもうなかったですよね、野球部が。もうだからそれ以来は実際どうなってるのかっていうのはちょっとわからないんですけど、でそこの他の部室の方が実際それをなんか変なことっていうのも別に聞いてないし、たまたまその時だけだったのかもしれないし、はい、うん、なんかねでも明らかにね、数はさすがにアホでもね、数は数えれる。そうですね、13、14ぐらいの違いは何やったよな。いまだにその時のやつともうこの年になってたまにご飯とか行ったりすることあるんですけど、その話出ますね。あれ何やったよな、もうやめとけやめとけ、もう怖い怖い怖いとかって言ってもやめるんですけど。はあ、いや、いろんなお話お持ちですね。いやいや、でもこれはなんかね、不思議な話。いやいや、ありがとうございます。いや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 、もう本当にこんなんでよければ。いやいやいや、本当にいや、ちょっとダメ元で遠藤さん、はい、階段ないですかって勇気出してよかったです。いやいやいや、もう全然なんかこんなんでよければなんかね、あのコメント欄が荒れないこと言うのに荒れるわけないですよ。あと1個、その高校の時で今思い出したんですけど、それ本当にあれなんですけど、じゃあ次にその話。いやいやいや、はい、全然次でもいいです。いいですか。全然いいです。すみません、本当にいいですか。じゃあまた次回お願いいたします。はい、わかりました。はい、皆さんですね、遠藤さんがやられている YouTube チャンネル概要欄貼っておきます。ココリコ遠藤の変な形、はいはい、皆さんぜひぜひ、もうねご存知の方多いと思うんですけどもね、まだね細々とやってますんで、チャンネル登録そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。いや、お願いいたします。ゲストココリコ遠藤正蔵さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。